ゃん、お疲れっぴー、困ってるだよ。皆さん、お久しぶりです。今日は教えてセッキーの代わりに教えて困ってをやりたいと思います。そして本日教える題はこちらになります。明治さんのバナナチョコっていうお菓子の景品になりますね。筒状になっております。ではじゃあこちらをやっていきたいと思います。まずこういう景品は、まあ取り出し口はまずこちらにありますので、自分は転がしていくっていう最初イメージを持っていただければいいかなと思います。で、ここに D リングがちょっとお邪魔をしていますので、取り出し口に出すためには筒の真ん中にも下側をこっちに出していただくっていうイメージにはなるとは思いますので、まずは転がすために真ん中の方を狙って、真ん中でもちょっと下ぐらいを狙って転がしていきたいと思います。じゃあ当てながら入れていくと、コロコロと転がってくれますね。でこのまままっすぐ転がしてて D リングに当ててから手前側を回すっていう形でもいいかなとは自分は思います。ただもうちょっと自分結構怖いんで手前側から狙っていきたいと思います。なんで次はさっきよりも全然手前側、端っこの方を狙っていきたいと思います。で入れて、さてリングに当たったんで、そしたらもうずっと手前側狙っていただければ結構斜めになってくれるかなとは思います。それで次3手目ですね。じゃあ3手目もここら辺を狙っていきます。ながらで入れて、そうですね、少し斜めになったんで、これを繰り返してどん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 斜めにしていきたいと思います。次じゃあ4手目いきます。でちょっと斜めになったんで、この台はこうアームが回転するんです。なんでちょっとこうここの丸いボタンを長押しするとこういう感じでアームが回転してくれるので、これもちょっとうまく使いながらで狙っていきたいと思います。で少し斜めにして、ミスっちゃいましたね。やっぱりちょっとこう斜めにする動きをするとちょっと難易度上がっちゃうんで、もう一回頑張ります。やばい。そしたらもう一回手前側でちょっと斜めぐらいにして、でこの台一回押して下ろしてる最中にもう一回押すとストップもこう高さが止められるんで、そういうのもちょっとうまく使いながら頑張っていきます。そういう感じでちょっと回して、もう一回ボタン押すと止まる。ちょっともう一回やりましょう。次は回転もさせずに、なおかつ止めずにやってみます。先ほど回転して止めて一切動かなかったんです。なのでこれで頑張ってどん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 手前側狙って、思いっきり当たってくれましたね。おーおー、一気に動いてくれましたね。そしたら、そうですね、自分はここから一応2つの通りかなと思ってて、まず1つがアームを回転、そしてここの白い部分でここを押すっていう形と、もしくはこのアームでこっちの端っこを狙っていって、こう横にずらしていただいて落とすっていうイメージのどっちかかなとは思いますね。アームで押していく方からやってみますね。でアームで押すときはここのところがここに当たるようなイメージ でなおかつここから回転させてあげて、でアームが土台に当たらないようにしていただければ下がっててくれるので、なんとかゲットできました。
ントですね、メイクバナナチョコ、まあ、ちょっと手数はかかっちゃったんですけど、結構ミスなしでやれば簡単な台かなとは思いますので、ぜひ来られた際には挑戦してみてください。ではじゃあ本日もご視聴ありがとうございました。ではじゃあまた次の動画で、バイバイ。